シャープは業界最高輝度で 2D、3D の表示切り替えが可能なタッチパネル付き 3D 液晶ディスプレイを開発しました。今回開発した 3D 液晶ディスプレイはシャープが以前に開発したものに比べ輝度が約2倍に向上しました。画面サイズは 3.4 型で、画素数は 480×854 ドット、コントラスト比は1000対1です。画面は縦にも横にも使えるので、さまざまなモバイル機器での使用が可能です。小さめのパネル、最近いろんな応用に使っていただいております。例えば携帯電話、例えばスマートフォン、例えばゲーム機、例えばデジタルカメラ、そういう用途に使っていただいている液晶をですね、我々その中の多くをこういう 3D 対応という形でどんどん置き換えていきたいというふうに思っております。今回開発した 3D 液晶ディスプレイは、通常の液晶ディスプレイに縦縞状の光学差バリアを設けて光の進行方向を制御し、左右の目に届く光の視差を応用して立体表示させる視差バリア方式を採用しています。 CG シリコン技術の進化と視差バリアの最適化により、高輝度でかつ低クロストークを実現し、表示品位が大幅に改善されています。さらにモジュールの厚みはタッチパネル付きでありながら、従来の 2D タイプと同等です。3D で表示をして 3D ならではっていうことをお楽しみいただこうと思いますと、やはり 3D のコンテンツっていうものが必要になります。今まで 2D の世界でいろんなコンテンツが蓄積されてきておりますので、それを一旦すべて断ち切って全部 3D に一気にやるっていうところはかなり無理があるシナリオだと思っています。ですから我々 3D レディということで、まず 2D の基本性能をきっちりと表示できるようにした上で、3D のコンテンツが来たら 3D にできるという形で、機器ディスプレイとしてはいつでも 3D いらっしゃいという状況を作っておきまして、 3D のコンテンツをどんどん普及させていく、そういう分母を作っていきたいというふうに思っております。この他にタッチパネルを搭載していないタイプも開発し、今年度上期よりタッチパネル機能を除いたタイプから順次量産を開始する予定です。Digging for News.